あの、まあ、途中であの書いちゃっても大丈夫です、はいはい。音符給付、全部で10個っていうのを、はいはい、グレード試験でやっていきます、はい。まず簡単なものですね。音符、全音符、ただのこの丸です。そうそう、ただの丸、そう2分音符、白丸ですね、はい。4分音符は、黒丸です。8分音符は旗っていうのがつきます。16が旗が2つですね。そうですね、はい。まあ、音符はまだ思いやすいですね。なんかもう丸から始まる。そうですよね、はい。そうそうそう、うん。で、給付です。まあ全給付からいきましょうか、はい。全給付、これが下ですね。ああそうです、下か、そうです、はい。で、2分給付は上ですね、うんうんうん。ここが嫌らしいですね、はい。四分給付、半分丸書いて左右左でこういう形。あ、確かにそうだったか。あ、そうでしたね。あ、ほんとだ。はい、4、8、16は合ってたのね。あ、でしょ。あ、そうそうそう。あ、いいですね。はい、あと二分給付、はい。これ忘れたんですよ。これ白丸だったんですね。はい、そう、白丸だったんですね。白丸覚えてなかった。大丈夫ですか。そうか、なるほど。そんな全然覚えてないもんだね、やっぱり。で、これ皆さんにやってて、はい、まあ、皆さんが、はい、あの、まあ、私も教えてもらったところもあるんですけど、はい、覚えやすい覚え方、はいはい、まず、1個ですね、まあ、これはちょっと私も講師になった時に教わったんですけど、はい、まあ、よく言われるのは帽子は二分九分、はい、なんでも帽子の形してるでしょうっていうんで、はいはい、こういうふうに伝えるんですけ ど、 なるほど、はい、まあ、マジシャンがかぶってそうな帽子、はいはい、そんな形で、はい、意外と小学生には通じなかったりします。あ、そう、そうなんだ。そういう帽子かぶってるんですかね。あ、そうか、そういうイメージないんですね、もうね。なるほど。時代だと思います、はい。次、四分音符、はい、形を崩すと、はい、ひらがなのソニーにも見えるっていう。ああ、うん、そう、そうですね。確かにソニーに見える。ちょっと逆にこうなるんですけど、こういう形で。一応書き方下から書きます。下から書くんですよ、これ。はい、半分丸書いて、左、右、左っていう書き方ですね。はい、ひらがなにそう似てるとか連想できればはいはい、はい、できるかもしれません、はい。ただ上から描いちゃうとちょっと形がいびつになります。あ、確かに。あ、ほんと、なるほどね。はいはい。で、8、はい、はい、で、次は8分音符、はい。これ幼稚園の子が、あ、数字の7に見えるっていうんで、うん、確かに構成は7に近いかもしれないですね、はい。なんかこうカーブしてる感じ、ね、そう、ちょっとカーブしてるんですよ。はい、あとよくある間違いは、なんかひらがなの手に見ちゃったと、はいはい、こうなっちゃうとちょっと変わりますので、うんうん、斜め下に下ろす、はい。あと8分音符もそうですね。なんか文具とかでデザインでこういうのがよくこうあって、あ、確かに、はい、なんかこう、うん、風になってる形はあるんですけども、はい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 、下側に内側に入ります。内側に、はい、内側に入ります。はい、8分16はね、確かにこれが1本と2本だっていうので覚えれば、はいはい、確かに。あ、そっちもそうですね。1個覚えれば、あ、2本だみたいな。ですね。そうだったです。以上です。確かにそうでした。